というわけでですね、その後の経過をお話しします。ジャン君の命の恩人の、方はですね、まあ健康がかなり悪い状態だという話なんですけれども、13頭いるその、まあ、飼い猫ですよね、家族ですよねとお別れするにあたってのまだ決心が揺らいでいるということで、具体的にはまだ、進めていませんが、もしもそういうことになったらということで、いろんなことをこう勉強したり研究したりしているんですが、まず一つ、ここで問題になるのは、13頭いるうちの数頭は、まあ、高齢猫になりますかね、10歳以上になるんですけれども、僕たちが、まあ、お手伝いをしていた、譲渡会ではなかなかやっぱり難しいですね。そもそも保護猫としてこう、例えばどこかで預かっていただきたいとかっていうのも難しい、譲渡会に出せないということですよね、というものがあって、それをじゃあどういうふうに考えるのかっていうのが、まあ、今回はちょっと問題提起だけなんですが、逆に譲渡会ではですね、60歳以上の方には譲渡しない、団体多いです。この60歳以上の方に対して北海道のある、保護猫団体の方が、永年預かりということで、永年預かりは人間の側の方の永年だと思うんですけど、生きている限り預かっているっていう状態を、募集して、高齢者のために、まあ、高齢の猫を、預けてですね、まあ、そのまま見取ることもあるということです。人間の方の60歳以上っていうとまだまだ元気なもんですからね。で、そういう部分も含めていろんな団体を今ちょっと調べています。あとは相談できる場所ですかねを調べています。僕の中ではそれをするのが今精一杯ですね。プライバシーに関わるような個人名とか、その個体猫さんの名前とか年齢とかは、いずれ、決心がついたらということで、今待ちの状態にしています。よろしくお願いします。ジャン君、今日は割とここで寝ているのでトイレに行く機会は少なくなっています。これ気がついて行き始めるとまたただっと何回か行くかもしれないんですが、まあ大きな意味で薬をもらうようになってから1ヶ月半ぐらいになるかなの当初と比べると改善してんのかな。総数を数えてなかったのがねあれだけど、ものすごい数いっていたのが注射によりちょびっと減ったかなっていうところですね。それから
それで2週間経って、まだ改善しない、まだ血尿は出ていたので、薬、飲み薬に変わって、そこから3週間だったかな。そしてそれでもまだちょっとっていうことで薬を変えて、もうこれで打ち止めというか、もう全ての薬使い切りましたという形で、抗生物質が入ってるやつを2週間ぐらい飲ませています。トイレに行ってシャカ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 やるのが気になるので、音とね、その行為で気になるので、なんか治ってないような気がするなっていうふうに思うんですが、大きく見ると半分以下になってるかな？かな？でも先生に言われると、本当は、なんだろう、ちょっとずつ治るっていうよりは、もう結ああ、構、急にね。そう、すぐに治るときは結構そうすいぐうに感じではないかな。まあでって言も、ってたけど、今減った今よ日治っね。たんであれば、今日はそういえば行ってないね。まあ寝てるんだけどね。朝い何回1回か2回行ったけど、それからは行ってません。まあとにかく寝ててもらうのが一番いいなと思うんですけれど、健康状態が悪いっていうふうには見えないんですよ。ただトイレに行くだけでね。ということで。びっくりした。ごめんごめん。今日はですね、まあ営業っていうことではなくて、営業の入り口をやりにちょっと外出します。多分30分とか1時間はかかんないかな。帰ってこれると思うんですけども、常に同じものを出しておけないのかな。いいねを押して、それで 自分で自分にいいね。再生リスト。あれ、再生リストでいいんだっけ？これには入って、あれ、どこで選んだんだっけ？動画の中の、動画の中の再生リスト。おい、ショート、ホームか。そう、ホームの再生リスト、この辺か。毛穴パケスアでに入れ迫りた。ます。毛穴汚れが気になったらで、強めスに洗ピー顔してカーます。変えてないでけもど、もういいね。なあ、しょうがな突っいね。張るのがあ、なあ、スキそのピー分カー。毛穴。さあ、じゃあちょっと行ってくるね。